こんにちは、あるいはこんばんは、岩田店長です。はい、今日もね、いただいたマシュマロにお答えしていきたいと思うんですけれども、いただいた質問を読みます。院長、お疲れ様です。ここ数日、暴言を吐いて炎上したプロゲーマーが話題となっていますが、動画投稿や生配信を行うにあたってこれだけは絶対に言わないようにしているというような言葉はあるのでしょうか。院長の考えを教えてください。動画投稿の場合は不適切な発言は花火や可愛らしい動物のカットインで癒されております。アラサー男性からの質問ですね。はい、これね、どうしようもないよね、この暴言吐いて。この人さ、これが初めてじゃないっぽいんだよね。だからまあ、その、まあこの件はもうね、この人マジで、終わったなって感じですよね。今後どうなるのかなっていう。はい。収入パタッと断たれるんじゃないですかね。はい。だからやっぱりね、言ってはいけない言葉っていうのは、まあ、絶対に言っちゃいけないとか、そういうのはもうコンプラ的に、YouTube のコンプラ的に言っちゃいけないこととかあるわけですよ。差別発言とか、その、まあ、それぞれね、まあ、その他もろもろいろいろあるんですけど、あのね、基本的にはね、こう、特にライブ配信が一番事故るじゃん。はっきり言って人は。だその時に、とか、やっぱこの仕事であるがゆえに、こう思ってることがあって、まずね、もう発言すらしちゃいけないことっていうことで、あの変えられないものに対してのいじりのような発言しちゃいけないっていう、はい。例えばですね、普通の男性が女性に向かって太ったねとか太ってるねデブなどと言ったら、もうそれ炎上ですよ、はい。それもうそれだけでセクハラ扱いされますし、あの絶対言ってはダメなんですけど、太ってるのを痩せさせるのが仕事なので、ここが太ったとは何だと、この体型のここがなってないとかっていう権利があるんですよ、僕。なのでそういうのは何とも思わないです。何ともまず言います、平然と、はい。だ胸の大きい小さいとかも全然言いますよ。あの大きくできる部分があったり、大きく見せる部分があったり、小さくできたりする場合もあるんで、はい、そういうのはあの美容整体師としての発言として言います。ただこう絶対できないことがあるんです、僕でも。その概念すらないっていうのがあって、それはですね、あの例えば唇の厚みを変えるっていうのはまだわからないんですよ。そんなの施術でできるのかなってずっと悩んでる部分であるんですけども、僕自分のこの唇とても大嫌いなので、これ薄くしたいんですよね、はい。でも息子が僕の唇そっくりなので、それがちょっと悲しい気持ちになってるんですけど、まあ言うたらこれ親父にも似てるんですけど、これがもう子供の頃が嫌で、もっと薄くしたかったんですけど、これを施術でどうこうできるのかなって言ったら正直できる気がしないんですよ。なので唇が厚い薄いに関してはもう言えないんです。絶対に言っちゃダメだと。変えられないもの言っちゃダメなんです。で、足が長い短いとかも、そういうのも、多少はお尻の位置を変えたら足長く見えたりとかできるんだけど、骨の延長させられるわけではないので、まあ男子だったらネタにしてもいいですけど、女子には絶対言っちゃダメですよね。はい。だからね、こう、基本的に言葉に迷う時っていうのはあるんですよ。で、あとまあ、ね、やっぱとんでもないこと言ってくる人いるじゃん、その、あのちゃんとしてる内容なんだけど、おーこれ答えなきゃ、マシュマロとかもそうだけどね、これかみたいな、これ聞いちゃうかみたいな、あるわけよ。そういうのもまずね、第一に迷った時は否定をしない、これもう否定をしないことっていう、つって自分の中で意見がこうはっきりしないなとか、何が正義かわからんと思った時はもう否定をしないっていうのを念頭に置いてます。はい。まずじゃあその意見なり何なり言ってくれてありがとうから始まらないといけないので、否定をしないようにしてるってことですね。はい。そしてですね、まあ YuandoTV といえばね、最近ちょっとスタッフにも説教しましたけど、行き過ぎた下ネタが多すぎると。いくらなんでもだよ、本当に。いくらなんでもシリーズだろお前らと。だらその花火とか滝とか動物とかこう入ってカットしてても、まあ、言ってんなってわかるじゃん、その言ってんなこれはっていう。だで僕からするとね、まあ、直接的な名称を避けたいなっていうのがあるわけで、今度うちのスタッフもさ、だんだんそれ慣れてきてさ、なんとなく間接的に直接的な表現してくんだよ、あのバカどもが。本当にこれカットのしどころわかんねえよみたいなこと言ってるときはそれなんですよ。はい。なのでまあ、直接的なその下ネタですよねは絶対に控えること。迷った時は否定をしない、これですね。基本的にはこう肯定を、肯定っていうかね、まず
あの質問なりなんなりっていう投げかけてくる扉を閉ざさない、閉ざされたと感じないようにしなければいけない。発言の内容よりも、まあ、むしろ心持ちですよね、を常に意識して、特にライブ配信は自分でもやっぱ怖いんですよ。やらかしかねないなと。しかも僕が一人じゃなくてもね、まあ、やってる時ってあのお酒を飲んでますから、つるとんたんと言っちゃいそうじゃないですか、ポロリって。ポロリしないように本当にね、そこだけはね、あの気をつけてます、うん、自分のこと信用してないんで、危ないからさ、うん、その口が達者だからさ、ポン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 言ってる間にこうポン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 コンプラポン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 コンプラコンプラみたいな、こうなれかねないんでね。なのでそこら辺ですよ、もう意識して、まあ迷う、まあここら辺を常に考えてる感じですよね。まあね、この動画出る頃どうかな、新しいユアンドのプレゼンちゃんと取れてればいいな。だ、本来はそういうことなんですよ。本来はちゃんとしたことだから、下ネタとかもこうなんつうのかな、上品かつ下品、これテーマなんです。だからみやこちゃんとよくコラボするじゃない。でそれも切り返ししやすい下ネタじゃないとダメなんですよ。爽やかな、はい、爽やかな下ネタねえな、そんなもん下ネタだもんな。でもね、なんとなくその直接的な表現を避けて、こう切り返しやすいようなネタをエッセンスとして放り込むことによって、やこちゃんの動画が生きる、そう信じて、そう信じてやってみて、ダメだったら多分もうコラボしてないからね、そういうこと。ご理解いただけたでしょ、何を熱心に語ってんだ俺は本当に。ということで、ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。